岡田誠一は日本の鉄道研究家、鉄道写真家である、元横浜市交通局勤務、鉄道とものえげん会員、1964年11月神奈川県川崎市出身、高等学校卒業後に横浜市交通局に入局、横浜市営地下鉄で駅勤務員や乗務員を務めた後、交通局本局の勤務に移動し、 広報担当係長となった。その後、横浜市交通局を対局する。対局後は、鉄道研究家として本格的に活動を開始し、鉄道雑誌への記事の寄稿や、辞書の執筆、発行を積極的に行うようになった。主な活動範囲は、鉄道の歴史、特に鉄道車両の発達の歴史を中心に活動し、文献や、 資料の整理や収集も得意分野としていた。収集した文献や資料の数は鉄道研究家では多い方に属する。鉄道ともの会東京支部では客車機動車研究会の代表を務めた実績もある。また、同会の代表の一人として運営や更新の育成に積極的であった。二千十三年八月十八日十六時十九分、死去。 死没地や病名は明らかにされておらず、葬儀も家族葬で行われた。その他、鉄道ピクトリアル、鉄道ファン、レールマガジンなどの雑誌への寄稿多数。ありがとうございます。